やば、どうした、お前のせいで風邪ひいたから。皆さん本当に風邪ひいてますから、1週間ぐらい風邪ひいてて全部移されたから受験生の方も風邪予防、体調管理めちゃくちゃ重要じゃないですか。確かに超重要だね。今日は、健康にいいドリンクを作っていきたいと思います。今めちゃめちゃ欲しいよ。めちゃめちゃ欲しいプラス、今回のルールは、じゃんけんをして、買った方が相手の食材を選んであげれるっていうゲームです。じゃあ買った方が嫌な食材を押し付けられるって感じ。いやいや、思いやりやから、それも全部。あ、思いやりなんだ。早く直してほしいな。もうで、マッチしろよ。やべえな、絶対勝ちたい、これ。いくよ、最初はグッ、じゃんけん、ポッ、よっしゃー。圧倒的に体にいい食材が一つあるんだよ。これだよ。オレンジ、わー、納豆かー。じゃんけん、ポイ、はい、はい、こうでしょ。あー、やばい。卵でしょ。じゃんけんぽい、アイコでしょ、アイコでしょ、よっしゃー、ニンニクだね。それはアイコでさ、それ確かにうまそうだよ。じゃんけんぽい、アイコでしょ、よっしゃー。まあネギでしょ。おーもみ物じゃない。じゃんけんぽい、また負けた。弱すぎる。これとない。具合悪くなってきた。アイコでしょ。あー味変わんねえよ、どれきても。牛乳、俺もさ、食材欲しいね。じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、よっしゃ。トマト、あー、トマト大好きだから。いや、じゃんけんぽい、オレンジ、オレンジ、それ欲しいね、これ。むしろこれ負けた方がいい、これ。じゃんけんぽい、よっしゃ。あー、これ欲しい、ダメっすこれ。負けたね。プラス、では、作っていきたいと思います。おー焼いたらめっちゃ美味しいはずなんだけど、本当はさ。うわー、これきついなー。ちょっと待ってみます。うわー、結構グロテスク。グロテスクやろ。グロテスク。うわー、おー、ファイヤー。子供ブッブッ、これ想像以上にヤバいかも、これ。卵は生臭い。なんか美味しそうよ。罰ゲームじゃん、これ。いただきます。おうおう、結構、結構いくよ。おいしいやろ。おいしい。どう、健康だった？これ体にはいいよ、間違いなく。間違いなく。ようやく口に苦すぎる。お、すごい。あ、まずい。おー、いっぱい。プラス。じゃあ、早速いきましょう。はい、あ、グレープフルーツ、あとリンゴ、うまそう、うまそう。ネギ、ネギで強いと思う、存在感が。そうだね。で、あとほうれん草。いや、ほうれん草もね、いいよ。大根、大根おろしが入ってきた。胃に優しい。最後、ニンニク。癖強い気すんだ。じゃあ、こっからは僕が入れたいと思います。マジ？まずね、納豆。うわ、まあ、4分の1ぐらいかな、それの。よいしょ。いや、全部入れとるやないか。牛乳をね、それが入れたい。正解が分からん。うわからの、からの、はい、きっつー。また、また混ぜる。すごい、めちゃめちゃ混ぜたよ。桃の色に。桃じゃない、これは。ミトコンドリア。違う違う。青緑の色。あの、ははは、ってやべ。だって、え、匂いする？え、もう匂いがね、やばい。僕ね、鼻詰まってんねんな。ほんとによかったね。あー、匂いする？うわー、濃いわ。あ、でもこれ伝えたいな。これはやばいよ、マジで。これ一気無理やって、絶対。はい、どうぞ。この感はなかった、今まで。え、どんな感じ？ねっとりとしたスライムが攻めてくる感じ。臭いのよ、ニンニクよ。うわー、くせぇ。これね、明らかにニンニクが先輩やね。健康に良すぎて飲めない。これ風邪治ったんじゃん。全然咳、喉も痛くなくなった。ね、なんか普通だよね、治ったの。健康ドリンクで完全復活！イエイ！イエイイエイイエイ！体調万全！イエイイエイイエイ！体温を測れば36！
すっごいドリンクなんやけど、リアクションといえばビーヤマなんだよ。いや待って待って、お前その振り良くないよ。